デビッド・ルイス・マクアダムは、アメリカ合衆国の物理学者、色彩科学者である。理学博士。カラリメトリー、色識別、カラー写真及びテレビジョンのような技術分野における、色彩科学及び技術の進展に多大なる貢献を果たした。マクアダムは、フィラデルフィア郊外のアッパーダービーで生まれ育ち、1928年にアッパーダービー高校を卒業後、リーハイ大学へと進み、1936年にマサチューセッツ工科大学において理学博士号を取得した。卒業後はニューヨーク州ロチェスターにあるイーストマン・コダックの研究所に入り、1975年に引退するまで勤務した。その後、客員教授としてロチェスター大学の工学研究所に1995年まで在籍した。コダック在籍中には多くの貢献の中で、特にカラー写真技術の基礎理論の確立に尽力し、記録層における不要な露光の補正のためのカラーマスキング技術を開発した。マクアダムは博士号の学位を取得する過程において、1935年に物体の最適色表現に関する2つの論文を執筆している。その中でマクアダムはその頃確立された CIE 標準観察者と標準光源 C を用いて CIE 色度図上への最適色の色立体の配置を行った。マクアダムの研究成果で最も有名なものは色の制御技術分野である。マクアダムは色彩の知覚の基礎となるのはある色の知覚と見た目の色をマッチさせる際の統計的な誤差であるという過程を確かめるため一人の被験者による広範囲の実験を行った。その結果は1942年、CIE 色度図上に統計的に派生させた楕円を形成させて表現されて発表された。しかし結果として、クリエレ・マクアダム、チッカーリング色差式が、その他の基礎研究により導き出された方式に、比べると、知覚される色差の特定において、あまり効果的ではないことが分かった。マクアダムがこの楕円を同じ大きさの円に、変換しようとする過程で、心理物理学的な色空間が、非ユークリッド性を持つことが分かった。1940年代中頃、マクアダムはカラリメトリの計算に対し、先駆者としてコンピューターを用いていた。また、ハーディの分光測色器を信頼性のある工業用、測定器としての確立を行い、3種撃地の積分器を発明した。マクアダムは、ダイアン・B・ジャット及びギュンター・ウィスゼッキと共に、色温度と相関を持つ、様々な中光の位相の主成分分析を初めて行い、限られた数のスペクトル成分の線形結合によりそれらが表されることを示した。1947年、アメリカ工学会の委員会において、指導的立場であったマクアダムは、全米研究評議会の提言に基づいて、視覚的に均一な色立体のカラリメトリモデルの確立に着手した。初代委員長のジャットの引退に伴い、マクアダムは委員長を引き継いだ。委員会の研究成果は1974年に均等色尺度として発表された。1977年にはオッサが558色からなる相対色全集を発行している。ありがとうございます。